締結部品は設備を構成する多くの部品を設備本体にバランスよく組み付けることにより各系統を正確に作動させるためのものです。締結部品は一般的にネジが使用されます。その締結場所により様々な形態があります。締結部品の総点検部位をネジ部品で説明すると、ネジの錆、ネジの頭の潰れ、摩耗、座金の有無、緩み止めの状態、ネジ山の状態、ネジの緩みです。締結部品はネジ部品、リベット、キーおよびピンに分けられます。ネジ部品はネジ対偶による運動の方向変換および力の増大を応用した締結部品です。リベットはかしめることによって永久的に締め合わす締結部品です。キーおよびピンは回転軸にプーリ、スプロケット、歯車、カップリングなどを固定するために用いられる締結部品です。またネジ部品はボルト、ナット、小ネジで構成されています。ボルトとはネジ部を持つネジ部品の総称で、一般にナットと組み合わせて使用します。ナットとは中心部に目ネジが切ってある部品の総称で、ボルトに組み合わせて使用します。